経皮油経皮油は、漢方法剤の中でも下痢症や慢性胃腸炎、食欲不振、冷え症などに処方される、漢方薬、漢巨症のものに多く処方される。適応する赤は、巨症、寒症、湿症。痩せ型で、顔色が悪く、冷え症、体力のあまりない人で、下痢気味で、食欲不振の傾向にあるものに処方される。胃腸の働きを良くして、 消化を助けるため、慢性胃腸炎、消化不良、下痢、胃腸巨弱などに効果がある。最悪という山芋の成分が入っている。明治代の万病回春という書物で紹介されている。四君小湯のうち、人参、白術、仏量、肝臓が気虚全般に効果がある。錬肉、山芋は渋みがあり修練作用を有するため下痢症状に効果がある。 白術と膨量、重な化画質を処理するため、下痢を止めるだけではなく、下痢をするような体質の改善に効果がある。山しは、消化不良でも、特に肉類の消化不良を改善する。また、陳皮とともに、腹部膨満管に効果がある。稀に配合症薬である肝臓による、ニセアルドステロン症、発疹、人魔疹、ミオパシーなどを起こすことがある。ありがとうございます。